ベリンガムが性加害で不起訴のヘタフェフォワードに、レイプ犯と侮辱発言か、リーグが調査を開始。ベリンガムは1日に2対0で勝利したヘタフェ戦で、元イングランド代表フォワードメイソン・グリーンウッドをレイプ犯と呼んだとされている。その際の試合映像が SNS など拡散されており、ベリンガムの口の動きなどから侮辱的な発言をしたと見られている。ヘタフェ側も問題視し、リーグ側に正式提訴。現在は独身術の専門家を招聘し、調査を実施中という。グリーンウッドはイングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドに所属していた2022年1月、恋人に対するレイプや脅迫、DV などの容疑で逮捕されるも、検察は23年2月に不起訴を決めた。しかし、これまでの問題行動や DV に関する証拠映像などもあったことからマンユーではプレー復帰できず、昨年夏に1年間のレンタル移籍ヘタフェに加入していた。ABBC はベリンガムが誰に対して、そのようなコメントをしたかは明らかになっていないとし1日にヘタフェは正式に提訴した。標準的な手順に従い、問題を調査するとの声明を出した。なんかヘタフェ加入前にベリンガムがリーガに勧誘って記事出て、本人否定してたけど、てっきり仲良いのかと思ってた。仲良くてリーガを勧めたんじゃなかったの？聞いたことがある選手がなんでヘタフェに？と思ったら納得の理由。証拠映像あるのに不起訴になったり、不起訴なのにユナイテッド追い出されたり、いまいちよくわからん事件。試合中なら暴力 OK と思ってるヘタフェがよく提訴できるな。サッカー選手なんて散々試合中汚い言葉で煽り合ってるのに、どこで線引きをするのか。中継見てるとベリンガムって結構ののしりながらプレイしてるから口悪そう。情報を侮辱するの畜生すぎて草。ガビを小僧呼ばわりして胸ぐら掴んでたそうだしベリンガムもやんちゃなことで。レアルだから大丈夫でしょう。バルベルデの暴行進展あったっけ？揉みつぶして終わり。やめろ、その一言は日本代表にぶっ刺さる。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。